1994年のヤクルトスワローズでは、1994年のヤクルトスワローズにおける動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、野村克也監督の5年目のシーズンである。前年対団したレックスハドラーに代わって、ジェラルド・クラークが加入したこの年、チームは、新マスコットとして、ツバ、クローを採用。帽子マークも、車体の、ヤング・シナトラに変更するなど、 イメージチェンジを図ったチームは3連覇が期待された。しかし、開幕後に、クラークが広島戦で、笹岡真嗣から支給を受けたことにより激高し、殴りかかったとして、退場処分になり、さらに翌日の試合で、正捕手の古田敦也が、ファウルチップを右手に受けて負傷する非常事態。それに加えて5月11日の巨人戦では、西村隆二が、 ダングラッテンにブラッシュボールを投じ、これが元で大乱闘に発展。グラッテンを止めようとした保守の中西新士がグラッテンと殴り合いをした挙句エース、西村とともに退場するなど波に乗れず、一進一退の試合が続いた。さらにこの年入団のクラークや池山流館、前年新人王の伊藤敏人など投打に故障者が続出したこともあり、 チームは8月以降借金返済の広島に抜かれて最下位に転落。最終的には横浜との最下位争いに勝ったものの、阪神と同率の4位で終わりの村監督の悲願である3連覇はならなかった。網掛けの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。